皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。タイトルは15の春を泣かせない。この言葉はある私学の学校説明会で聞きました。どういうことかというと、高校受験に関する言葉で、高校を受験したら必ずどこかの学校に合格させましょう、こういう意味の言葉だそうです。静岡県は高校受験、公立高校は全て同じ日程、私立の高校も全て同じ日程で行われます。ですから受験の機会2回しかないんですけど、この2回に落ちてしまったら中学浪人ということになりますよね。そういうことがないように、例えば第一志望校に落ちても併願校には合格できる仕組み、これができてきたんですね。どういうことかというと、私学ではコース別に独自の内申点のライン、これを設定して、内申点が〇〇点以上だったらうちの高校受験してくれたら合格にしますよと、こんな風に言っているんです。これはもう学校の先生、塾の先生、ほとんどの先生が知っていることです。ですから、もしあなたが高校受験するとき、私学ここを受験したいんだけれど先生大丈夫でしょうか、こう聞いて学校の先生が、あ、受けてもいいよ、こう言ったら、あなたはこの設定のライン、そのラインより上に内申点があるわけですね。だから受けたら合格すると、こういうことになります。いや、ちょっと危ない、他の学校にした方がいいんじゃないと言われたら、このラインより内申点が下になっている、こういうことなんですよね。じゃあ内申点がこのクリアしてたら全員合格になるかっていうと、実はこれもちょっとだけ違っています。まあ人数的には少ないんですけれど、内申点はちゃんとクリアしてるんだけど、内申点と学力の、つまり実力ですね、これがかけ離れている。内申点はいいけれど実力が低いといった場合、高校側としても入学してもらって授業についていけなくてやめてもらうと、こうなってしまうので、あまりにも内申点をクリアしてるんだけど学力が低いという人は不合格になっている、そういう例があります。私は知っています。また内申点クリアして学力もあるけれど態度に問題がある場合、この場合、必ず受験で引っかかります。不合格になるので、この点は気をつけてください。今回は15の春は泣かせない、こういうタイトルでお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。